白蛇伝説、ホワイトスネークは、2011年9月28日より、中国で公開された、アクションファンタジー映画。日本では2012年7月14日に、2012夏の香港傑作映画祭りで、白蛇伝説、ホワイトスネークの放題で日本語字幕版のみ、劇場公開された。同年12月7日にパラマウントホーム、 エンタテインメントジャパンより、白蛇伝説の放題で日本語字幕、吹き替え付き DVD とブルーレイディスク、白蛇伝説スペシャルエディションが同時に発売されている。中国協力影師が投資した、中国の古代伝説、白蛇デを題材にした、アクションファンタジー映画作品。監督は、チン・シュートン。第68回ベネチア国際映画祭特別、招待作品である。 キャストは、メインの5人の主役を、ジェットリー、ホアン・シェン・イー、レーモン・ドラム、シャーリーン・ジョイ、ウェン・ジャンが担当する。英語、ITS ラブというタイトルは、その愛の意味であり、監督曰く、白蛇のストーリーの核心は愛。南宋時代、人間界の妖魔を退治する構想、崩壊は千年修行された雪女を法力で封印した。その頃、 宮間に住む千年の白蛇の生と妹の青蛇の生は人間を思い出して一緒に人間界を観光に来た。白蛇は白衣美女に分け、なお元祖とし、川へと落ちた青年、巨仙を助ける。後に両人が相思相愛の中である。崩壊は元祖が白蛇の妖怪だと見破り、元祖、青々と戦う。ありがとうございます。